岡山県立の全日制高校5実校では、一般入試の募集人数5750人に対し、6263人が志願しました。平均志願倍率は1.09倍で、去年より0.03ポイント下がりました。最も倍率が高かったのは、岡山工業高校デザイン科の4.13倍でした。一方、24校の40の学科が定員割れとなりました。 岡山県立高校の一般入試は、来月7日に学力検査、8日に面接が行われ、合格発表は18日です。高校・学科ごとの志願倍率など詳しい入試情報は、ニュースパーク KSB のホームページで公開しています。